お集まりいただきありがとうございます。ということで、ユーストリームじゃなくて、YouTube を見て、新しくいらっしゃった方が、ありがとうございます。ただし、今、執筆中という問題がちょっとあるんですけど、来週まで書かなきゃいろんなことをしたくて、そうそう、大変だなと思って、ツイッターもこう見る時間がないので、あ、海野さん、今このアカウントでツイートできたら、ニュースストリーム配信開始、はい、ということで、新しい方もいらしてくださって、あと、それからまだこちらに向かってくる方が2人そうです、ね、来るかもしれないという感じですね。いらっしゃいました。あ、どうもどうもこんにちは。はい、皆様見えてますでしょうか。はい、はい、世界さんが来れない。あ、いや大丈夫です。はい、先週の引き続きなんで、特に講座の、解説などはしなくていいと思っておりますけれども、前回最後に申し上げたことで、僕が、フォローを外されたみたいな話は、それは全然冗談でございますので、喧嘩はしてなかったの喧嘩ですよということを、なんか言ってなくて、ちょっと言いました。大丈夫でしょうか。で、今日は、これですね、で、過去の、文献研究夏の陣寿司付きの第2回ということで、本講座で今やってる最中のその2回を夏季講座に行くように特別に、皆さんにも開放しているというやり方です。で、朝寿司国領で、今日、やりますけれども、5時からだったのちょっと5時10分からになってますけれども、終わりはありますので、今日はちょっと早く進めたいと思います。予定としてはですね、講義の前半で途中でちょっとトイレ休憩を入れて、で後半で、まあ、大体8時にはちゃんと終了したいと。で、機材片付けをして、それでまあ10分くらいで乾杯ができれば、寿司付き講座ということで、ちょっと夏の最後にということになればいいんじゃないかと思っております。ということで、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回も言いましたけれども、言葉オブザーバーですね、版元ですね、はい、著者がなかなか文章を書いてくれないで気が切れない。こんな緊張する回は初めてそうですね、英訳をこれからしないといけないとなくも時間ないですね。で、今日はですね、第8章、前回が第7章まで行ってたんですけれども、マニュリズムの多様性2009年までというところが前回まで行ってたところでした。で、今回第8章2010年から2014年ということで、ここをクリックしてみると、搾取前言という名前にしようというふうに思っております。で、これは2022年7月のカオスラウンジ宣言を一応区切りとしたいと思っているんですけど、それだとどうしても、ね、入ってこないところが結構ありますので、それ以前のものを、8A としてまとめて、でさらに 8B として2010年すごくたくさんいろんなことが起きていますので、ここのところを、やって、でその後2010年なんとすぐ2011年、まあ、福島に来るわけですけど、福島芋の状態と福島芋 の表現主義とか的動向と、反表現主義的動向、あるいは反人表現主義と関係ない非表現主義的動向
ということで、やっていきたいと思います。執筆中ですので、前回ちょっと穴がぼっちだったんですけど、今回はちょっと大穴があり、大変申し訳ないというふうに思っておりますけれども、やっていきたいと思います。じゃあ最初、文章2章にひろゆきさんと第4表現主義会場の前に。今回はですね、作品がないんですけど、作品出した方が分かりやすいですね。それをちょっと、二層木広域で検索かけるとわかるんですが、こういった形の感じの絵ですね。パーッと見ると、なんかいろいろ分かると思いますけれども、どれを見ましょうね。これ。あ、これから立体絵だ。どれか。上から3段目だ。左端です。これだ。いや、もっと下。そうですか。はい。はい。あ、映像表示、画像表示。これ出てこない。まあ、これ全部あのビットマップの、絵なんですよね、この人はね。で、これ今、ちょっと遅くなっちゃってるんですけど、来た。あ、もうダメだった。行きましょうか。行きましょう。いや、もう一人、私は一旦切ればちょっと軽くなるかな。いや、ここ同じとこ入ってない。別のとこ入ってる。あ、そうなんですか。じゃあ違います。うん。ちょっと今、電波状態が。悪くて来なくなってしまいましたけれども、まあ、こういった二層木さんという方のですね、ことについてなどを述べていきたいと思います。これ 8A ですね。二層木広之と、第四表現主義、前夜ということで、インターネットのお絵描き掲示板、このお絵描き掲示板というのは、ここをクリックすると、本当はあるはずなんですけど、まだ全部未記入になってしまっております。インターネットのお絵描き掲示板というのはですね、ピクシブとかの前にあったインターネット上のサービスで、ウェブブラウザーの中に、アプリが仕込まれていて、そしてそこでビットマップの絵が描けると。ビットマップっていうか、まあ、普通の Windows でしたらペイントなどに相当する画素を使ってた感じですね。それがビットマップということなんですけど、今日その話たくさん出てきますけど大丈夫でしょうか。まあ、それが簡易的に書けるお絵描き掲示板としてですね、ウェブにつながることができればすぐに誰でも使えるということで、これを使って絵を描くという文化があったんですね。で、そこで絵を描いてた人、これ二層木広之さんと言いますけど、この二層木広之さんがアナログの絵も描いてたんだけど、それではなくてですね、インターネットのお絵描き掲示板で描いた絵を初めて作品として発表したというのが2005年9月に東京共同のアテルで開催された個展パラダイムシフトだったということです。で、2005年なのでまだピクシブとかはない時 でこの頃はまだプリントアウト物を作品にするというようなことがどうしたらいいのかというのはあんまり確立してない、まあ、今もあんまり確立してないんですけれども、まあ、そういったようなことが起きている時ですけど、この個展でですね、とにかく彼はパソコン画を、きちんとキャンバスにプリントアウトして、でそれを普通のペインティング前というですね、画廊の壁にかけた。でこの画廊アッペルという画廊ですけど、これは、タタカさんという人が当時やっていたギャラリーで、文献研究の本店受講者の方はこの前来ましたね。6月にゲストでお呼びしたタタカさんという方です。高橋達夫さんという方です。でその時、
その時見学に来たんですね、うん、そうですね。でその人がやってたあのアテルというところで、二曽木博之さんの個展を発見した。で、今ちょっと思い出したので余談ですけれども、今年の武道拳研究でお二人ゲストをすでに呼んでるんですね。で一人がたったかさん、この高橋達夫さんなんですけれども、もう一つがGNCK さんですね。菅野智彦さんですね。GNCK さんは今回の美術展示の、論文、今回の美術展示でなんとか論文、なんとか評論、名前が出てる、名前出る、美術評論なんとかね、それで第一席を取りまして、でそれがまさに今述べてる二曽木博之さんとか、あと僕も出てきますし、鈴木純さんも出てきますけど、あと、もっと新しい話題だと UNCV さん、あとグリッチ抜け目さんなどの話題が出てくる論文で第一席を取られてますね。というのがちょっと余談ですけども、今日はそういったような話が出てきます。でこの二曽木さん、ちゃんとこの古典の名前、パラダイムシフトってつけてるんですよね。ここでガクッと変革するので、二曽木さんがどういうつもりでパラダイムシフトという名前をつけたのかは全然知らないですけれども、彼にとってはお絵描き掲示板で書いたっていうことは、要するにデータはすでに公開しているので、それをデータ自体はもう誰でも取っていける状態なので、それを作品として出すというようなことは普通はありえないんだけど、それをやってしまおうってこれでいいんだみたいなようなことがあったかどうか、それはよく分かんないですけどね、そういったようなことがあるのかもしれないです。要するに全部パソコン画の展覧会をやっている。でここから先はですね、大問題になっているんですけれども、ちょっと読んでみます。この展覧会名が意味するパラダイムシフト、劇的変化を美術界が体現するには、2010年4月のカオスラージ宣言まで待たねばなりませんでした。で、2010年4月にカオスラージ宣言というのがあるので、それをこの次のページで中心的にするんですけど、そこに向かうような書き方、歴史の書き方というのをしています。このカオスラージ宣言まで待たねばなりませんみたいな言い方は癖物ですから気をつけないといけないんですけど、そういうレトリックを使って書いてくれてますね。で、要するにその時はまだこれが本当に全体のパラダイムシフトになるかどうかなんて全然わからないわけですし、二曽木さんもほとんどデビューでまだ誰も知らない作家だった状態なわけなんですけどね。で長く続いた なぜパラダイムシフトなのか、でここから先が今度僕 の理論、循環史観にのっとった理論になってしまうわけですけれども、ずっとそれまでは長く続いた多様性の時代である95年の奈良義朝から始まっている、時代であるという歴史観を、先週お話ししましたけど、そこからですね、次は表現主義期が始まったのが2010年の時代で、その以降のメルクマールとして僕はカオスランジ宣言2010年4月を考えているんですけど、そこへの移行というのがパラダイムシフトにあるんですけど、それより5年早いですね。ピクシブやツイッターなどの SNS、 ソーシャルネットサービスを駆使しつつ、表現しつつ大勢のハンドルネームの若者が2010年以降出てくるわけなんですけど、ハンドルネームはもう作家名になっているという、そういうことですね。で、そういう若い人たちが2010年以降たくさん出てくるんですけど、そういうようなことは2010年に起こるので、二曽木さんのデビューが5年遡った状態になるということになります。特に何も書いてないですね。書いてあるか。二曽木博之さんがお絵描き掲示板を開始したのは2002年だったんですけれども、それはただの
絵だとあまり思ってない、作品とあまり思ってなく描いてたらしいんですが、アーペルの個展でそれをあの簡略にきちんと出力して作品として展示しようというようなことで、お絵描き掲示板と、まあ、アートと言ったりにもかなんとってなんか、まあ、それが接続が始まったというようなことですね。で、一応あのピクシブについてこれのうちのどれかをちゃんと書こうというふうにもコピペしたんですけど、ウィキペディアからのコピペですけど、ピクシブはピクシブ株式会社が運営するイラストの投稿に特化したソーシャルネットワーキングサービス、SNS。で、日記や文章などではなく、自分の描いたイラストとブックマークしたイラストそのものが利用者のプロフィールを形成し、すべてがコミュニケーションの核となるというのが、ウィキペディアによって説明ですね。で、この8A5、ここが問題ですけれども、タイトルがですね、先ほどちらっと言いましたけど、搾取前衛という名前を使う、あと第4表現主義という名前を使うんですけど、これはおいおい説明できていければいいんじゃないかと思っています。で、搾取前衛という言葉はありません。本書執筆を機に編み出された私の道具ということで、今初めて披露するわけですね。なので、まだ変更するかもしれないですけど、今これでちょっと考えてます。最初はシーン前衛でいいかなとか思ってたんですけども、4番目の前衛ですので、シーンだと変かなと思って、で、あとそれから、この、2010年からネットが、役割としてかなり重要になってくるので、まあ、ネット前衛、あるいはオンネット前衛、あるいは、まあ、網前衛みたいなことはもう考えたんですけど、どうもしっくりしない気がして、ちょっと作詞前衛に今、ちょっとだけ場所言いますけれども、エクスプロイティング・アバンギャルド、エクスプロイティングの対象としては、過去というようなものを考えていらっしゃいますか、過去の前衛に対する搾取であるとか。いえ、違います。違いますか。オタクのイラスト、あるいは美術という意識なく描いている人たち。要するにオタク文脈を美術側が搾取して持ってくるというようなことですね。で、それは過去から繰り返されているという意味では過去としてはなるんですけど、一番卑近な過去としては村上隆がオタク文脈あるいは、サブカルチャーを美術の輪にフルジャパンみたいな感じで、まあ、彼はフルジャパンと言ってるんですけど、まあ、そういった形で搾取するというやり方が構図があるんですね、まあ、そういうようなところとつながっている考え方だと思うので考えてください。はい、もう説明をすんだら大丈夫ありがとうございます。こういったような歴史を先取りしたような書き方というのはですね、その2005年の時点でできないはずなんですよね、絶対ね。それを2010年も過ぎて、さらに2014年の時点でこういうふうに言ってると、あたかも理路整然とした物語のように聞こえるでしょうけど、それは要するに僕がそういうふうに捏造しているということを一応お忘れなくということを言っておきましょう。で、次の段落に行ってみたいと思います。で、二曽木博之さんの立ち位置ポジショニングですね、は非常に不思議なポジショニングをしています。オタク文脈で、主流の、美少女キャラ系とかでは全くない、要するにオタク文脈なんですね。ネットにイラストを上げてるっていうのですよね。で、そうなると、大抵美少女が描かれていて、まあ、キャラクターが描かれているというようなもので、まあ、そういうのはすごくたくさんあるわけですけど、そういうのを掲示板に上げているわけではない。で、あえて分類すると講義の商業イラストレーションに当たるかもしれないという感じなんですけど、これは GNCK さんが北輝クロッシングについての文章を書いている中に二曽木さんの立ち位置として、アーティストでもなく、同人イラストでもなく、あれは商業イラストレーションのご演奏をするってスラッと書いちゃったんですね。なので、まあ、そうかもしれませんけど、まあ、居場所が合わなそうな気もすると
ということで、でイラストの話はこの前しましたよね。第7章でそこのところちょっと書き直したんですけども、そこの書き直したところちょっと見てみましょうか。あれは 7A2 だから、ここに 7A2 入れば 7A2 ここですね。でもう一回ちょっと復習ですね。でここちょっと書き直しました。2014年時点での日本語のイラストレーション、しかしはイラストと省略の語が持つ2つの意味並びに両方の確認ですね。で1番目は分かりやすい具象画である、この前のものです。で、これはもうちょっと説明足します。古くからある子ども向けの絵本的なものから、あと素朴画、あとそれから、近年の萌え系やエロ系の同時イラストまでも含む。でやっぱり表現者が純粋美術の文脈を全く気にせずに自分の好きなものを好きなように描く絵のことですけれども、例えば同時イラストには同時ならではの語法と価値観が共有されているので、全く好き勝手に描いているわけではないんですね。その同時の中の文法というのはある。でそういった文それぞれの文法に従っているというようなものがあります。で、2番目のイラストレーションの意味としては、商業イラストレーション、ここであっていうことです。でこれ競技と講義を含む形になりますけど、競技には、職業イラストレーターが発注者の意向に従い対価で引き換えに描く図像のことで、これは応用技術、純粋技術ではなく応用技術。で講義にはここから派生した1980年代の反イラストの流れを含むという書き方にしました。でこの反イラストというのは、第5章で出てきているんですけれども、具体的には日比野和彦が出てきたり、あとそれから湯村照彦に始まる下手馬が出てきたりして以降、純然たる商業イラストとしてではなくてですね、かっこいいものを描いてそれがそのまま商業としても成立するみたいな、先に描きたいものがある、でその描きたいものを描いた後でそれが、商業イラストレーションにも使われるというような流れが80年代の日本で出たんですね。でそれはある意味、普通のイラストの順番としても普通のイラストレーション、普通の商業イラストレーションというのは先にクライアントがこういうものを描いてくれと、まあ、需要が先にあるんですね。需要が先にあって需要に従ってイラストレーターが、仕事をする、まあ、イラストレーションという機能、需要に供給を、あ、需要に機能を、従わせるというものが普通の正しい商業イラストですね。機能は需要に従う。ところが反イラストではどういうことが起きたか、これは中原英介の言葉ですけれども、需要が機能に従う、先にイラストレーションがある、でそのイラストレーションに対してこのイラストレーションを使いたいといって需要が起きている。これは本末、本来は普通の商業イラストレーションの描き方としては本末転倒なんですけど、それが80年代に起こる。なのでそれを反イラストというふうに僕は呼んでいる。これは僕の近代美術テキストという本から反イラストという言葉を使っています。で、まあ、こういう分類の仕方をしています。で、この場合中、要するには日本には反イラストがあったせいで、この分かりやすい具象画と商業イラストレーションの境界が曖昧になってしばしば混同されますであるということですね。まあ、こういったようなことを復習として、あとそれからこの前からちょっと書き直しましたので、出してみました。ここで戻りますけれども、まあ、あえて分類すれば、講義の、要するに反イラストの系譜の商業イラストレーションだったかもしれないけれども、まあ、場所が合わなそうな感じです。結局今タリオンギャラリーという、場所がつきまして、普通に美術館ということでスッキリいく形になっていますけれども、まあ、2005年の段階だとやっぱりまだちょっと不思議な感じがありますよね。で作品の画面は、僕にとっては懐かしいアンチアンチエイディアスな中解像度ビットマップだったわけです。これについては後で注をつけようと思ってますけれども、
警戒像度ビットマップ、いわゆるドット絵、アイコンがですね、16ドット ×16 ドットとか30ドット ×30 ドットくらいの軌道の中でアイコンを描くという、ドット画があるんですけど、まあ、それを低解像度だとすると、400ピクセル ×400 ピクセルとか600ピクセル ×600 ピクセルというような中解像度に当たるのではないかというようなことを、GNC 計算がしてまして、それがまさに、今回の芸術評価、芸術評価、まあ、それ の, 第一席 の, 論文の中でも述べられていました。で、まあ、僕はバカ CG というのをイラストレーターとして以前90年代初頭にやってたんですけれども、まあ、その流れを踏むような中解像度ビットマップであったと。で、その場合ビットマップに由来するギザギザですね、ジャギが出てくるの、そのギザギザがむしろ楽しまれるという事態が本来は起きるわけです。で、しかしながらですね、大体1990年代後半からというか、まあ、CG が出た当初からですね、ギザギザがむしろ楽しいというふうに考えるのはずっと少数派でマイナーな位置だったんですね。でギザギザを目立たなくするアンチエリアスというのがフォトショップなどにデフォルトで備わって、いるのみならず、現在は大抵のパソコン画面もあるいは iPhone なども全部アンチエリアスがかかるのはデフォルトになってしまう。でそれ外す方がむしろ大変になってしまうというような事態になっているんですけど、まあ、そういったようなものに対してアンチエリアスではなく、それを外して、ビットマップ本来のジャギーを楽しむ、そういった傾向の絵を見そぎ表域も出しているということで、僕にとっては懐かしく見えるものではある。しかし同時にですね、私がバカ先生の名前ではやり残したまま置いてきてしまった面白いこと、未知の大切な領域、僕は結局バカ CG はイラストレーターとしてやってたので、純粋美術として追求することをやらないまんま次の方法主義に進んできたんですよね。やり残しがちょっとあるなというふうに思ってたんですけど、そのやり残しを二層儀さんがちゃんとやってくれてるようにも思えた。でそれは新しいもの、未知の大切なものなんですね。ただ まだ名前がついてなくて、何と呼んだらいいかわからない。あと二層儀さんの立ち位置もアートなんだかイラストなんだかどっちでもないんだと思う。それで二層儀さんの作品は直感ですぐに面白いと思うんですけど、じゃあどう面白いのって言われてもなかなか説明は当時できなかったですね。でこの名状しがたさをですね、二層儀さん自身も知ってか知らずかですね、次の年に開催された個展はアンナウンポップと題された、まあ、見知らぬポップですね。で彼の場合ポップという言葉を使っているんですけれども、それはマニエリスム的な感覚とはちょっと違うというようなことも本当はあるんですけど、そこまで述べているとちょっと長くなるので述べてないのです。この辺については皆さん説明したですね。で、今述べているビットマップとベクターなんですか、ビットマップについてなんですも、ビットマップの追語がベクターであるということは、あんまりわからない。初めてわかります。わかります。大丈夫ですか。大丈夫だったらいいんですけど、大丈夫ならいいです。これもね、ちょうど本当に一昨日くらいに出た技術手帳が。の第一席の GNC 計算がちゃんとそれを書いてくれているので、ビットマップとベクターをもう僕はこの本で説明しなくて大丈夫になりますね。ちゃんと中で美術手帳のページ参考に書けば進めようになるので、非常に楽になったんですけど、まあ、ビットマップとベクターの問題系というのは僕がもともとずっと、以前から取り組んでいるものです。で、まあ、そこに取り組んでいるせいでこんなような肩書きの
ような理由にもなっているわけですけれども、このビッグマップとベクターの問題形を、僕が、2005年、同じこの2005年の話ですけど、ここで、再提出してるんですね。でどういう再提出の仕方かというと、芸術特許プロジェクトというものを2005年に始めているんですね。これも書いてないですね。ビットマップとベクターの話については、バカ CG の時は僕はイラストレーターだったので、結局、あんまりきちんと追及はできなかったんですね。ただそれにはこういう問題があるみたいなことを、イラストレーションという雑誌上で論文みたいな形で、小さい文字数で、文字の級数で、たくさん述べた文章と連載というのがありまして、それを後で鈴木さんが見つけてくれて、鈴木さんとの交流が再開されるというのがあるんですけど、僕は作品としてはビッグマップベクターを追求するということは、バカ CG時代ではあんまりできてなかったんですね。でそれをきちんと追求しようとしたのが、1996年に、芸術特許を密かに始めている。でその密かに始めていることは置いといて、それをきちんと世に見せられる形にしようとしたのが、1996年なんです。今芸術特許なんです。僕今ちょっと間違えましたけど、特許出願したのが1996年、それがビッグマップとベクター系に関する特許出願だったわけなんですけれども、96年のその特許出願を機に、97年から、自分は、イラストレーターの肩書きを美術家に改めて同時に始めたのが、方法主義だったんですね。で方法主義で、作品として出したのが、ビットマップをビットマップの絵画として無地材の和田絵画というシリーズを提出する。あとそれはベクターの絵画として谷地曲線という、シリーズを提出する。でそれを作品としてそれぞれ提出するということを方法主義の中でやっていました。ただしこれは、もう抽象化した作品群だったので、いわゆるビットマップ CG といわゆるベクター CG の話だというふうには受け取られない可能性があったんですけれども、それでもいいから仕方ないという形で、要するに方法主義の内部で僕はビッグマップとベクターについてずっと言及し続けたわけですね。でその方法主義というモードをですね、方法主義というのは2000年1月1日に方法主義宣言をしたところから5年間行ったんですけど、その5年間が終わるとちょうど2004年12月31日に方法主義を解散するというか、脱退する、そういったような状態に僕がなりまして、で2005年から僕が始めたのが、方法主義は置いといて、芸術特許、96年に密かに特許出願したものを、今度芸術特許自体が美術作品であるという形で、プロジェクトの形で表に出していくということを2005年から始めている。でその芸術特許プロジェクトで、ビットマップとベクターの話をもう一回きちんと始めてるんですけど、その時に、ゲストとして鈴木さんを呼んだり、いろんな人と対談したりしてるんですね。でその、ちなみに、そのナビフでやったビットマップとベクターの対談にデビュー前の二層儀さんはいらっしゃって、で、二層儀さんとはその時に繋がってて、でちょうどその1週間後に、か10日後くらいに二層儀さんの先ほどの個展があったと、こういったタイミングだったんですね。いろんなことが後から見るとそこに繋がってる感じなんです。で、その都築潤さん、今日はいらしてませんけど、先週僕の脇に座ってた方なんですけれども、彼は2001年に個展バートというものを行いましてですね、でこれでベクター画を発表しているわけなんですね。でそれ以来ですね、それを今度ニューエイドというキーワードでこの問題を重視し続けていました。
で、ニューエイドスどういう意味か、ニューはまあ新しいんですけど、エイドスっていうのは、釣り語はヒュレーですよね。ヒュレーとエイドス。ヒュレーが質量で、エイドスは計装っていうものですよね、はい、計装ですよね。質量と計装で、それはアリストテレスですね、はい、アリストテレス、本来4層位でしたっけ、はい、4つ物事は全て原因があって、はい、1つヒュレー、質量に材料、うん、2、エイドス、形、どういう形をしているか、うん、3、動力位、まあ、何がそれをそうなさしめているのか、うん、4が目的因で、それは何のためにそうなさしめられたのか、うん、4つあります。なるほど、ありがとうございます。もう忘れてたというか知らなかったです。あとで勉強します。で、今言ったあのヒュレーとエイドスというのはアリストテレス の, あの分類なわけなんですけれども、それを人自体前 の, あのギリシア哲学だとエイドスの方は、まあ、ほぼプラトンのイデアル、あとそれから、質量の方はほぼ、デモクリトス、デモクリトスはアトレですね、の、うん、原子論ですね、原子論ですね。なので原子論とイデア論 の, あの対立ということになる。で、僕は最初から原子論とイデア論って言ってるんですけど、言ってるんですけど、 GMCK さんの論文は多分僕中澤は記号論とイデア、あ、記号論と原子論と言って、後で記号論をイデア論に置き換えてるみたいな形で書いてるんで、あれ僕そう言ったかちょっとわかんないんですけど、まあそんな風に確認ですけども、そのイデア論の方はベクターで、そうですですよね。そうです。で、アトム論はビッグマン、そうです、そうです。それを言わないといけなかったですね。原子論がビットマップで、イデア論がベクター。わかりますか。わかりやすい言葉で言うとどうなりますか。画素がアトム、うん、そうですよね。で、一方でベクターっていうのは、あの、うん、2つの点なで使われたまっすぐな線という、うんうん、ある種イデア的な存在だからイデア論になる。そうですね、方程式で描く、方程式です、ね、あ、方程式です、うん、でも方程式で描けるということは、あのベクトルは方程式ですし、方程式ということはあのイデアそのもの、アイディアそのものというような、まあ、そういったあのギリシャ哲学以来 の, あのものとあの画像 の,、うん、あの構造というものがあのつながって考えることができると。で、まあ、ずっとその問題系をやっているわけなんですね。で、まあ、それをあの僕があの芸術特許プロジェクトという形で再提出して、その後、都築淳さんとは何度も公開対談をあの重ねることとなった。まあ大体4回くらいはやってるんですよね。で、4回目が2010年に行われた3331で行われたもので、そこに玉沢さんがいますね。それでですね、ようやく2007年で、二曽木さんの話も、鈴木さんの話も終わって、2007年ですね、イラストコミュニケーションサイトピクシブがサービスを開始した2007年です。で、数週間で、会員数が1万を突破で急成長した、この急成長ぶりはウィキペディアを見ると、この2008年末、2007年の9月に起きて2008年末ではもう会員数50万で、1日の投稿が1万枚あるような形になっている。今はもう会員数50万とかじゃなくて、何百万のレベルですよね。1000万いったんだっけな、ちょっと忘れましたけど。でももう今の話はあまり関係なくて、当時の話をしてると思っているんですけど。このピクシブがすごく画期的だったので、あのいくつかあったお絵かき掲示板カルチャーがですね、淘汰されてピクシブに統合されるというあの流れができた。で、書き手同士のつながりが一気に加速すると。
いうことが起きてきた。で、2008年5月にですね、またちょっと寝そびってたの夏に戻りますけれども、彼はまだお絵かき掲示板だったので、ピクシブを始めてなかったんですけれども、お絵かき座談会というのを、お招きやったんですね。で、そのゲストにはですね、今も人気 の JNT ヘッドさんという方がゲストでいらしてて、で彼はピクシブ解説2日目くらいもうすぐに登録したという、以前からネット界隈の人気だった方なんですけれども、座談会の印象はですね、僕は鶴木さんと一緒に聞きに行ってるんですけれども、その印象はですね、そうしてやっぱり二層木さんのだけ全然違うんですね。二層木さん以外 の方のがむしろ似て見えて、二層木さん以外の方のやっぱりオタク文脈のイラストに見える。で、それがオタク文脈のイラストというのはやっぱりいろんな意味でマニュアリスム的である。これはこの前ちょっと読みましたよね、 7A10 で、覚えてますでしょうか。マニュアリスムの説明3点を補足しますみたいなことで、1個目が、池内さんも超絶技巧などと言っていて、2点目が、中国の美術もマニュアリスム的だと。で、3点目が、美術文脈ではないけれども、作文脈というのはもともと二次創作もあれば、技を競い合う、いかにうまくなるかみたいなようなことにしのぎを削っている世界なので、非常にもともと作文脈ないというのは美術文脈でかどうかは別としてマニュアリスム的ということが言えると。で、やっぱりマニュアリスム的なんですね。で、それとはひどくかけ離れた二十木博之作品というのが改めてここで浮き彫りになって、その場合二十木さんの作品はどういうふうに見えるか、ヘタウマ的なピクセル描画の肯定感がある。マニュアリスムの方ではちょっと消極的な印象があるということをお話ししてますけど、そうじゃなくて肯定感、ポップという言葉の持つ高揚感ですね、そういう楽しさ、ピクセルで描画することの楽しさ、そういったような形があると。あと、ヘタウマ的と言ってますけど、これは表現主義の特徴というようなことで、そういう印象があるということは改めて認識したということがあります。で、梅沢和樹、梅ラボは、画像検索してお見せしなくて大丈夫です。大丈夫。はい。パッと見てみましょう。すぐに出れば。つながっていればすぐ出る。あ、来た。彼ですね。こういう作品ですね。どれでもいいんですけれども、これとか、あ、これ小さかった。こういった形の作品で、これデジタルで作ってる作品ですね。大体こんな感じの作品を作る人だということをちょっと確認しておいた上で、戻ってみましょう。梅ラボさんは2007年に、ピクシブを始めた時のことを次のように語っている。最初は試しに、これなんていうんですか、鈴宮春日の憂鬱をモチーフにした絵を投稿したんですよ。で、そしたらすごい勢いで閲覧数が上がっていくから、これは面白いと思った。で、しかも30分くらいで絵を見た嘘からメッセージが来た。だーっとすごい長い文章でマイピク申請されてる。このマイピクっていうのはマイピクシブメンバーみたいなことで、お友達申請みたいな形ですね。お友達申請がすぐ30分くらいで嘘くんという人が来た。で、これが後にですね、藤代嘘という人なんですけど、この人が企画するコストコッパー、これはカオスランチの前身です。これに梅沢和樹が参加するということにつながるわけなんですけど、要するに梅沢さんがピクシブに登録して30分で、その後の歴史がの出発点がすでにできたというような時代が起きてたわけですね。
まあ、こういったあのピクシブの中であの書き手同士の連帯が行われるというようなこともあるわけなんですけど、それだけではない。梅沢和樹にとって、ピクシブそのものをツールとすることによって、梅ラボは、自身の策を確立したというところがあります。完成の高い萌えを書こうとも試みた。このピクシブに 何を背負うナスウェアオカとかあの作品同士があったような、彼は当時美大に通ってたんですけどね。で、どうしても抽象が抽象絵画っぽくなったりしてしまって描けなかった。それでこの美術っぽさとカルヒっぽさを融合できないものかといろいろ試した。ちゃんと試行錯誤してるんですかね。 でいっぱいあの試した結果、パソコンのデスクトップに鈴宮春日を配置して、横に、別のキャラクターですね、ラキスタ のコナタ、横にコナタがいたら幸せだなみたいな感じで、どんどんキャラクターを増やしていく方向にたどり着いた。で、最初は1280ピクセルだったのが3万ピクセルになって作品になりましたというようなのが、あの技術手帳を置いて、彼はインタビューされて座談会で伝えていくんですね。で、あのそこから先の文章はちょっと省略してるんですけど、あのなのでネットに加えてピクシブにあの、はい、登録したことが今の作風をあの作り上げるあのきっかけになっていますみたいなことを断言しているんですね。まあでもそこまで引用しなくてもここだけで十分だと思いますので、ここだけ十分で、こうしてできた梅沢さんの作品ですけれども、これは僕の目にはですね、あの抽象表現主義絵画を今の時代の日本に更新するもののように映るというようなことを注意抽象表現主義絵画は、分かりますかね。これはあまりそうですね。さっきの作品は分かりますか。抽象表現主義絵画の中でも、僕が最も近いんじゃないかと思うのはコロッコですね、やっぱりね。こんなような。わなんか他のとこ来た、まあ、にそぎさんが来た、まあ、にそぎさんのと随分違うけれども、まあ、別の、感じの絵だということですね。さっきの、抽象表現主義絵画というのは、だいたい、1949年とか50年とか、まあ、50年代に、アメリカ並びにヨーロッパで行われたですね、まあ、ヨーロッパではアンフォルメというんですけれども、アメリカでは抽象表現主義絵画という名前がついて、まあ、オールオーバーな画面で、そこでは、表現主義ということで、要するに絵の具をめちゃくちゃマチエルとして、盛り上げるわけなんですけれども、要するにすごく激しい感情が入っているような感じなんですけれども、全体としては抽象で、まあ、圧倒的な画面を作ってはいるけれども、具象画な感じではないというようなですね。でさっきの梅沢さんの作品というのは個々のパーツはキャラクターなので、全部見るとちゃんとこのキャラクター、このキャラクター、具象なんですけども、それの全体で集まることによって、キャラクターがすごく多数あることによって無化されている、それで抽象のように一見見えるというような、構造になっています。で、ポロックの作品なんかも、あれはもともと線なので、ドリッピングなので、線なので全部意味があるというふうに考えてもいいんですけど、この線を、無数に積み重ねることによって圧倒的な画面を作って、でも線ではなくて面が切り立ってくる、そういったような構造になっていますので、まあ、そういったあたりが抽象表現主義風だなというふうに思っていて、今ここでキーワードは僕は表現主義の話につなげたいので、まあ、抽象表現主義というものも出てきているという話ですね。で、あとそれから、
もう一つ別の話をすると、まあ、これあんまりもう時間があのなければ省略してもいいんですけれども、あの本当は突っかかるとしたらですね、この梅沢和樹の作品は抽象表現主義絵画を今の時代の日本に真に更新するもののように映りますというのは現代にはあの皮肉的な意味がありまして、でというのは、どういうことかというと、抽象表現主義絵画はあの日本の中で温存されてたんですね。1990年代前半などにも、抽象表現主義絵画風の作品というのが、描かれていた。でそれは、フォーマリズム、日本でのフォーマリズム の残党、残党って言ったら失礼ですけれども、まあ、そういった形で一部で細々と行われていたけれども、一部細々でもなくて、その後出てきたりはしていますけれども、例えば辰野トエ子は最初システミックペインティングで出てきてますけど、その後、フォーマリスティックな抽象表現主義的な画面構成にもなっているような、さらにそれよりも若い世代だと中村和美ですね、当時のね。で中村和美もちょっとフォーマリズム抽象表現主義みたいな形で、まあ、彼は本当80年代半ば以降そういった形でやっていましたけれども、それが最近ですね、そういった見え方ではない別の見え方の展覧会というのが、この前国立新美術館でつい数ヶ月前でしたっけ、ありましたよね。ポップアートも一緒の時期にあったというのが特徴になります。まあ、そういったような日本でもずっと絵の具でですね追求されてきた抽象表現主義絵画だったわけなんですけど、そうするといろいろご託を並べながらついついやっぱりアメリカの抽象表現主義との比較ばかりになっていく言説というのがあるんですね。でそういったようなことをやってるよりも三沢さんのこの作品の方が随分シンプルに現代の日本の中でその問題に全然別の方向から行き着いてるんだというふうに僕は考えるみたいなような話題の本ができるんだと思います。で、先ほど出た藤代嘘なんですけども、彼の小学生の頃からインターネットに慣れていたという1990年生まれの藤代嘘さんは、萌え画的なモチーフをアナログ絵の具で表現主義的に描くんですよ。ですね、この人も出した方ですね。この人ですか、画像いただきますよね。そうですね。あ、長く。こういった作品とか分かりやすいですね。絵の具を、たくさん塗りたくっていう作品ですけど、まあ、他にここに見えてるのがみんなそんな感じですよね。こういった作品もそうですけれども、まあ、かなりいわゆる表現主義風だけど、このモチーフというのはやっぱり、アニメ文化を経てないとこれが自然には見えない。普通に人物をデッサンしながらデフォルメしてはこうはならない。やっぱりアニメ文化を持ってる流れの中じゃないとこれが自然には見えないんですけど、逆に言うと、まあ、こういうものがある程度も自然に見慣れるような、目を我々はしている、まあ、日本だとそういう感じがあるというようなことで、これはこの時代ならではの表現主義みたいなようなことも一応言えるんじゃないかというふうに思いますね。でこの人の場合はペンで描くドローイングというよりはきちんと絵の具で描くペインティングであって、まあ、そういったようなところが特徴になっているんですね。で、まあ、藤代嘘さん、非常に若い作品ですけれども、まあ、彼は
アナログの絵の具で表現主義的にこういったものを描く。で、まあ、それは表現主義的に描くということで何が言いたいかというと、マニエリスム的にですね、精密画法でちまちまと、あるいは細密画法的に描くのではなくて、勢いよく手玉的に描くということで、これまだこの前話した、2009年以前のマイクロポップの時代と重なっている時代を話したわけですけど、まあ、美術界の方ではマイクロポップの快楽絵画というものもあったわけなんですけど、そことも微妙だけど結構本質的な差が藤代さんの絵の中には現れているというふうに思いますね。で、似たようなことはですね、抽象表現主義が出てくるときにも僕はあったと思うんですね。シュルレアリスムの続きとして抽象表現主義が出てきてるんですけれども、1940年代から50年代の話ですね。その時にシュルレアリスムの感覚と抽象表現主義の肯定する感覚っていうのはだいぶ気分的に違うと思っています。しかしシュルレアリスムで抽象表現主義が理論的には説明できるので、シュルレアリスムの流れの中から抽象表現主義を説明するみたいな理論というのが当時あったんですけど、僕はむしろシュルレアリスムと抽象表現主義をそこで分断をみたいな、僕の循環史観に合わせたような分断なんですけど、まあ、そういったようなことを僕は考えています。で、また別の話ですけれども、こういったキャラクターが表現主義的なタッチで描かれるというのは、新表現主義的なキャラクターの筋山金も随分初期にやってるんですね。その後筋山金さんはそういう作画やってないんですけれども、ちょっと並べてみると非常に面白い状態があるみたいなふうには思っています。藤子不二雄的キャラクターを、分厚い絵の具で描いて、さらに絵の具をわざと垂らして、そのタレがついてるみたいな、そういったようなことをわざとやったりということを筋山さんがやっていましたね。で、藤代子さんの話に戻ると、まあ、そういった作風をそういった作風をすでに確立されている作家なんですが、同時に彼はですね、仲間を集めるということも創作の中の編集行為であるというふうに考えているんですね。まだ高校生3年だった2007年の秋、これはピクシブが登場した時期ですね。そう、2007年秋から、ピクシブが要するに登場するやいない、ピクシブなどでいいなと思った人たちにガンガン声をかけで、旺盛な活動を開始、まあ、そうやってゲラボも捕まえたということですよね。で、彼は人力 SNS 集団というものをですね、自称していたわけですね。ポストポッパーズというグループを立ち上げた。要するに SNS、ソーシャルネットワークサービスですけれども、まあ、それを人力も加味して行うみたいな、非常にいいネーミングだと思いますね。まあ、こういったネーミングでですね、ポストポッパーズというものを立ち上げて、で、2008年9月14日、芸祭の11に、最初の出展、ポストポッパーズ名義で最初の出展を果たしました。これは、あるか。まあ、藤代さんのインタビューでですね、ポストポッパーズはとにかくまず勢いで始めました。まあ、勢いなんですね、表現主義というのはね、何をするみたいな。で、ピクシブなどでいいなと思った人たちにガンガン声をかけて集団の転載機会を作るというような感じでしたね。まず表に出ることが大事だと思って、メンバーのそれぞれが思いのままに作品を発表してくれればいいやと考えてやっていました。で、こういった若さとかですね、勢いとかというのは表現主義の主要な要素であって、まあ、計算よりも向こう見ずな勢いで、これは僕の近代史的人に書いていたり、例えば美術テストで前アートの言葉というテキストを1990年に書いてるんですけど、その時にもこういったのを書いています。なので、まあ、非常に表現主義的な動向が今ここで出てるということですね。で、この芸祭11のポストポッパーズなんですけれども、まあ、オタク系も表現主義風のですね、まあ、デジタルもアナログも混然一体の大量転移というのが実現した
で、さらにその時に壁へのライブペインティングが行われた。で、さらにはですね、この芸祭に遊びに来た人たちが自然と集まって、コストコッパーズの通路に 輪になって、座ってですね、で、みんなで絵を描くという光景がこの時に自然発生的に出現したんですね。これはその後カオスラウンジでよく見る風景なんですけど、そんな風景は昔はなかったんですね。これが一番最初に出現したのがちゃんとこの藤代さんの第1回目のコストコッパーズでの光景だったんです。で、彼らの作る、まあ、人とかの流れですけども、画集とか漫画の雑誌が飛ぶように売れて、で、いくつかの画廊から引き合いもあって、まあ、大変な熱気がブログの日記に保存されて、もう、まあ、この度ようやくこの執筆で発見しましてですね、執筆すると、せっかくなっていろいろやっと勉強ができる。楽しく執筆はしてるんですけど、もう早く書き上がるんですよね。で、コストコッパーズとしての展示は2010年までに5回行われた、まあ2008年の9月から5回だったので、すごい速さなんですけれども、これは比較的少人数、ちょっと裏が取れないのでね、具体的な人数書けなかったんですけれども、6回の時もあれば6人の時もあれば8人の時もあればみたいな感じだったみたいです。それぞれの人の意思がバラバラだったため、これはそういった発言があったのを書いてますけども、コストコッパーズの欠点は比較的少人数で、それぞれの人の意思がちょっとバラバラだった。なので、藤代オソは違う形を作った。これは発展系としてカオスラウンジを起動したと。で、2009年3月に東京国分寺のモグラグガレージでカオスラウンジとしての第1回展。ちなみにこの時に二層木さんも呼ばれてますし、梅ラボさんももちろん呼ばれてますし、梅ラボさんは最初からコストコッパーズのメンバーですね。はい、で、同2009年8月には、ビリケンギャラリーで第2回展をしている。なので、モグラグとビリケンは今もカオスラウンジやってますけど、クロスさんが入る前から、純粋な藤代オソさんだけでやってたカオスラウンジの時からやってる拠点の2つですね。まあ、そういったようなことがで、コストコッパーズとの関係としてはですね、展示の場としてのオフ会というのが基本なんですけど、まあ、オフ会の意味分かりますよね。展示の場としてのオフ会という基本コンセプトを受け継ぎながらですね、ライブペインティングありというスタイルをこれからやってるんですね。全部のカオスラウンジの中で、例えばモグラグガレージとかとても狭いスペースなんだけど、でもわざわざ、この壁にはライブペイントをするという形で空白を開けといて、来たお客さんにもどんどん描かせる、そういったスタイルを築いてですね、コストコッパーズもカオスラウンジもそれを行ってた。で、藤代さんのプロデューサーとしての立場を評価したものがカオスラウンジ。で、これはモグラの太田さんの日記からなんですけれども、まあ、世代も性別も国籍もメジャーもマイナーもアナログもデジタルも飛び越えて、参加者50人くらい。で、大勢の来場者に恵まれて、まさにカオスでしたという、ね、日記が2010年前後にはですね、人力 SNS という言葉が象徴するようなアナログとデジタルの融合というのはですね、アナログとデジタルではあんまりそれまで融合はしてなかったんですね。別々の世界、この融合というのが、あったんではないかというのが見えてますね。で、今インフラ的な話に、あるいはアーキテクチャ的な話とすれば、ピクシブというアーキテクチャと芸祭というインフラがコストコッパーズによってつながってるわけですね、見事にね。で、さらにその村上隆とピクシブは関係を深めていってたりするということがあるわけですけど、まあ、そこもアナログとデジタル界の融合みたいなことだと思います。
さらにもっと個々人の活動スタイルとしてもですね、まあ、普通にツイッターやりながら、テキストで見ながら、行動をしているというようなことが起きている。で、それだけではなくて、さらに作品の内部にまで、アナログとデジタルの融合というものが、だんだん見られるようになってきた。で、これは僕は古い人間なので、やらないことにしているんですけれども、この若い人たちはやっているということですね。で、具体的には、梅ラボの作品では実は出力物の上からラメが貼られたり絵の具が盛られたりする。これはかなり初期から行われていた。で、2013年去年ですね、北加賀屋クロッシングではモニター画面上にまでですね、モニターに見せてるんですけど、そのモニターの乾面ですね、ガラスの乾面の上にまで絵の具が盛られるという事態が、まあ、これを GNCK さんがレポートしています。じゃあ一方、もうちょっと早く始めた二層木さんの場合はどうだったかというと、二層木さんの場合はもっと早くから始めてるんで、この融合にちょっと時間かかるんですねっていう、後から見た言い方ってずるいんですけれども、まあ、結果的にそういうような物語ができてしまうんですけど、2008年に、小金井でやった臨行するにはという展覧会、ここでお絵描き座談会やったんですけど、その時の個展で自作をですね、カラーコピー機を通して、展示するみたいなことをやったんですね。でそのカラーコピーというのはアナログなわけなんですけれども、まあ、それでそれを通したら面白いぞみたいなことを彼が発見してしまって、むしろカラーコピー機での作品展示みたいなようなことをこの時にやり始めるんですね。でそれがですね、結局2010年の個展というのがそのうち出てくるんですけど、まあ、その時に手書きの全面復活が、まあ、全面復活といっても汚れ書き掲示板のツールを手書きで模すみたいな、そういった特殊な経路をたどってるんですけども、まあ、手書きがそのうちで2010年の個展で出てくる。でさらに2014年の、まあ、今年の僕の出品作では、すごく大きなキャンバス絵のデジタルプリントの上からマスキングなども駆使して絵の具がきちんと塗られてましたよね。覚えてますか？見てないですか？見てない。覚えてない。まあありますね。そういったものがここまでっていうのみたいな感じですね。これがデジタルとアナログの融合の話なんですけれども、次はドローイングとペインティングの対比の話ですね。ライブペインティングという言葉が使われていたんですけれども、ちょっと実は問題なんですね。ライブドローイングと言った方がいいんじゃないか。でドローイングとペインティングの対比では、ドローイングとペインティング分かりますかね、まあ、普通にはドローイングが修作的な軽い作品で、ペインティングはタブロー的できちんとした作品であると、まあ、そういった分類で捉えることが多いんですけれども、ここの文脈ではもうちょっと違いましてですね、ドローイングというのは、線描的なもの、線をドローするということですね。でペイントというのは、まあ、絵の具を塗りたくるわけなので、まあ、物質感が出てくる。でそれはさらにどういうふうになるかというと、パソコンの中のドローツールとペイントツールというものはそれぞれ何か、ドローツールというのは要するにベクターツールのものであって、ペインティングツールというのはビットマップツールのことである。すなわちパソコンの中でいうベクターとビットマップの対立はそのままアナログにおけるドローイングと、ペインティングの対立である、まあ、そういった話に反映される話なわけなんですけれども、まあ、こういった意味でですね、ドローイングとペインティングの対比というものがありますが、当時のですね、ライブペインティングであってもですね、作品というのは結構線描に着彩するタイプのドローイングが多数派をやっぱり占めていた。でこれはポストホッパーでカオサラの時のうちはやっぱりオタク文脈のイラストが多数派だったという事態を意味しているんですが、偶
結構水彩で塗って着彩してる程度なんですね。もともと先に線でキャラクターなどを輪郭を描いて、まあ、その美少女キャラが風景の中にいたりとかして、でそれを着彩しているというような形で、これは結局線から描き始めているのでドローイングなんですよね。で、そういった意味のドローイングの多数派だったと。で、まあ、それはキャラクターを描くというようなオタク文脈ということがドローイングに近しいということが言える。で、表現主義的な傾向が出てきてはいても、ウソ君みたいな絵みたいなものも出てきてはいても、やっぱり多数派マニエリスムを見たということを伺わせた。で、それはどういったことが関係しているかというと、まあ、人と呼ばれる同人誌文化、まあ、キャラ文化のものがあるわけですけど、まあ、それは全部ペンで書くわけですから、全部ドローイングなわけですよね。ペンは人にすごく向かないわけですよね。でもドローイングはすごく乗りやすい、人気、近親性の。で、人とのつながりとか、あとキャラ文化、まあ、キャラクターというものが基本的に、キャラクターは記号であり、記号はイデアであり、で、イデア論とベクターがつながりというようなことで、ペインティングビッグマップ系ではなくて、ドローイングベクター系の方がキャラ文化とつながると、まあ、そういったようなことと関係があるはずだというふうに考えています。何かキャラクターの基本はイデアはベクターみたいな、こういったような。で、いう感じなんですけれども、あと8時までなんですけど、ちょっと一旦ここで質問などありました。じゃあちょっとここで一旦ちょっと休憩でいいですか。あ、すみません。ええ、なんです。あ、まさにカオスでした。モグラの日記よりという気になりましたけれども、結構話の問題がずれるような気もするんですが、カオスって多分もともとカオス理論から来てるみたいですか。そうですね。で、カオス理論を持っていると、まあ、古代ギリシャのなんか神様の名前を引っ張ってきたっていう感じだと思ったんですけども、それはいわゆる日本におけるネットサービスのカオス的な意味で、ちょっとなんかガイガイバイバイ楽しいみたいな意味になってきたのっていうのは、やっぱりこの辺りからなんでしょうか。もっと前からだ。もっと前から単なる混沌の訳もみたいな。なんか単なる混沌で言うと、ただ単にランダムで、というか要するにですね、人間が意味を見出すのっていうのは、全く、なんていうかな、それこそビットマップで説明すると、白と黒が全く白一色、黒一色だったら、これは全く混沌である線が結局そこに全く意味がないわけですよね。一方で、全くランダムに白と黒が、これはカオスなんですけども、全くランダムに並んでいたら、それはそれで意味がないわけじゃないですか。そうですね。一方でカオスの縁、エッジオブカオスっていうことなんですけども、そこで白と黒は何らかの意味を持ってるかのように見えるような文法をしてる時に初めて意味を見出すわけで、そうですね、っていうふうに考えていくと、なんかこの辺のカオスっていう言葉はむしろどっちかというとまさにカオスの縁でしたって言ってくる方がタームとしては非常に正しかったのかなという気がしなくてもないです。なるほど。はい、というのが、なんか、相当意見になっちゃいましたけど、聞いて要するに、まさにカオスでしたのも、全く意味がないんじゃなくて、そうそう、なんか意味がある顔、ありそうな感じの根本ということですね。だみたいに見えたみたいな方がいいだと。そういう技術もありましてみたんでしょうか。分かりましたけど、公開中なんで、そうですね、直さないですね。まあ、客中なんかしらつけるとかじゃないとダメですけど。でも、話題としては楽しい。はい、すみません。今の話はさっきカオス理論という、ね、言葉がちょっと出ましたけど、うん、まあ、そことつながってて、要するに全くのランダムに見えるところでも、全くのランダムには見えない、うん、ランダムになりかけのところになっているところにどういった方程式が実は潜んでいるかもしれないみたいな、そういった話ですね。じゃあ方程式はイデアで、イデアは意味なので、カオス理論と
ともによく並び称されるのがフラクタルですね。フラクタルですね。カオスフラクタル。ともにデタラメみたいに見えるけど、デタラメじゃなくて方程式を実際したんだよというようなあの話を今ちょっと出してくださいます。なんかあるんだと思ったら感じがすいません。いいと思います。はい。他には。さっきの話なんですけど、つまりオルフェスの図書館的な話ですよね。オルフェスの図書館はむしろ知らない。世界図書館ですか。文字を、まあ、全くランダムにあの、まあ、オルフェスの図書館、うん、そういう小説なんですけど、ある図書館の舞台で、ある本の中に任意のアルファベットはもうどの本も全くめっちゃかしっちゃかめっちゃかに並んでるんですけれど、その中にはまあ、全ての書本が含まれているはずである。そうですね。全ての文字列の並びがあり得るということは、その中に全ての意味のある文字列の並びも含まれているということですね。あるいは、猿がタイプライターを打ったらシェイクスピアが出てきますみたいな、そういう話があります。よろしい。あ、すいません。大丈夫です。すいません。ただ、ここで別にカオスラウンジは意味が出ることって、まあ、だからなんというか、そのカオスラウンジのカオスっていうのは多分より厳密なターモロジーをもってすれば、まあ、カオスエッジラウンジみたいな方がまああの原理としては近いのかなというか、意味があるってことですね。そうですね、意味がありげな、意味がありげなというか、なんというかな、これから意味が生まれそうな感じがするカオスと言えばいいんでしょうか。クロスさんに突っ込んだらいいでしょ。いやいや、これは藤代さんの言葉。クロスさんまだいないから。そうです、うん、すいません。ウソクに突っ込まれる。ウソクに。ウソクに言ってあげないと。あのだから、なんていうか、あのカオスラウンジ自体が、うん、その、まあ、多分次の、8B になんか書いてあると思うんですけども。ね、書いてあります。なんか、あの、まあ、結末としてある形になったらもう、うん、まあ、カオスの淵だから当然どっちか秩序の方かコスモスの方か、うん、まあ、全くランダムの方かどっちか触れるんですよね、カオスの淵っていうか、うん、でまあなので、まあそれはあのランダムに触れたのかなという気はしないでください、うん、という見方も考えたらなかろうかという提起をしてみたいですね、うん、そこのところどの程度考えてるのかわからない。あのポストポッパーズっていう名前だとちょっと分かりにくいけれども、うん、あの藤代さんが最初に考えたことはポストポップなんですよね。ポストポップ。で、ポストポップっていう自分のサイトを立ち上げて、でその後でポストポッパーズとグループ名作って、うん、でこのポストポップ、あの二曽木さんもアーノンポップとか言ってるけど、なんかポップみたいなようなことをどうあのアンノウンって言ってみたり、ポストって言ってみたりみたいな形の気分が多分彼らにはあって、で、その後指導したポストポッパーズではできないことがあることが分かるようになったので、大人数を使いたいっていう時に人数がすごいたくさんになるということは、もう混沌としてしまうっていう、その程度の訳語の意味でしかないんじゃないかと思いますけどね。わかりました。まあそんなあの特にそこまでカオス理論がどうのという感じで捨てたわけではないんじゃないかと僕は思います。わかりました。ありがとうございます。他にはいいですか。大丈夫ですか。では、そこに時計があって。まあ、35分か、まあ、40分くらいには次始めたいと思いまして、そちらに上でか、はい、上でそこにトイレがあります。